演武開演。はい、本日はこちらのお蕎麦屋さんに行きたいと思いました。というのも、なんか気になるお蕎麦があったんですよね。それがこちらです。なんかこう、餅が入ってるお蕎麦で、なんか年越しと年明けが一緒みたいな感じが、なんか気になりますね。こちらですね。では、はい、届きました。あー、スワッツですね。美味しそうです。野菜も一緒ですし、うん、この角度は見せてないです。では、いただきます。餅とそばを一度にはすすれません。でも、うん、おそばは意外と弾力があって、それでもさっぱりしたおつゆとうまく絡んでとっても美味しかったですし、お餅も鶏肉もかまぼこもにのきもしいたけも全部食感を感じることができました。お餅は焼いてあって香ばしさの感じるのでした。本当、年明けと同時に年越しを、いや、それは同時に来るな。年明けと同時にお正月を堪能するような感じでとっても美味しかったです。年越し、これ年はこれで年越ししてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分でいいね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。